神劇のバハムートは、サイゲームスが開発、運営するソーシャルゲーム。2011年9月1日からモバゲー場で提供されている。ファンタジーの世界観を持つカードバトル型 RPG。プレイヤーは騎士となり、伝説の英雄や神々、魔物が封じられたカードを集めて、世界中を冒険する。カードイラストは、多数のイラストレーターの手による、 国内版は2011年度にファミ通アワードを受賞したほか、モバゲー内で最もユーザーの支持が高かったゲームとして、モバゲーアワードプラチナムプライズを受賞した。海外版も Google プレイアップストア両方で売り上げランキング1位を獲得している。ゲームジャーナリストの新ししは、日本国内でしか受け入れられないと考えられていたカードバトル形式アプリの常識を覆したと述べている。 あらゆる種族の入り混じる神秘の世界ミスタルシア。世界を征服せんと魔族侵略派が進行し、戦闘が勃発、人類と天界、魔族恩恵派も侵略派の世界征服を防ぐべく、共闘し、世界各地で交戦している。各地で世界は、天界と人間界と魔界、そして影で暗躍する。 混沌の闇により混沌の一途をたどることとなる。大陸には大昔、魔法技術が発達し、その技術をもって島を大空に浮かばせ、一大王国を築いた天神が存在していたと言われ、現在もその名残である浮遊城が点在し、ゴーレム技術をはじめとする魔法技術の遺産が大陸各地に眠っていると言われている。担当声優は、ゲームアニメ共通のもの。 2016年年末から開始された新システム、プチキャラを用いた新たに紡がれるミスタルシアと騎士の物語。サービス開始から続いていた物語を区別するため、クエスト新章とされており、以前の物語は、旧クエストとして経験値や、ステータスポイントを獲得するために、現在も残されている。また、体力消費1、2、獲得経験値2倍のキャンペーンも時折、 行われている。プレイヤーは王からの訓命のもと大陸を冒険し使命を果たす騎士となりルピアカードを集めながらストーリーを進め経験値を獲得してプレイヤーをレベルアップさせていく。2016年年末から開始したクエスト新章ではストーリーを進めながら敵を倒してプチキャラをレベルアップさせていく。プチキャラは新章のクエストで入手するトレジャーと交換。 イベント配布、イベント限定が茶の対象カード入手、神劇のバハムートバージンソウル特設ページからの入手がある。また、プチキャラたちにはそれぞれ対応するカードの種類と魔晶石がありそれらを強化していく必要もある。現在は廃止されているシステム。手持ちのカードで最大5枚のデッキを公衆それぞれで作成し他のプレイヤーと対戦する。勝利した場合は、 相手プレイヤーから消防とルピを奪い取ることができる。騎士が大陸を冒険する中で、チヂミやギルドから依頼を受けるという設定で、時期によって様々なイベントが開催されている。無料ガチャと有料ガチャが用意されている。有料ガチャの内容や仕様は時期によって変わる。なお、有料ガチャを回すと、バザーで使える、バザーチケットが獲得できる。 引き換え条件を設定して手持ちのカードを出品すること及び出品されたカードを購入することができる。出品、購入いずれも1回につき1枚のバザーチケットが必要。他のカードを消費することでカードの LV をアップさせる。スキル持ちのカードに対してスキル持ちのカードを消費するとスキル LV を上げることができる。ただし同じ名前のカードは 強化に使用することができない。同じ名前のカード同士を合成する。攻撃力、防御力は、双方のカードから一定の割合で引き継がれるが、ルベマックスのカードだと引き継ぐ割合が多くなる。進化すると、カードの LV、およびスキル LV は1に戻る。本作のカードは4段階まで進化させることができ、以下のように名前が変化する。最終段階に進化すると名前の前に、 ががつレア度上るカードプラス同士を合成しても一段階しか進化しない。よって最終段階まで進化させるのに必要なカードの枚数は最低4枚、最大8枚となる。カードを C で表記。C、CC、C、CCC、C、CC、CC、CCC、CCC。ゲーム内にて配信中の4コマ漫画。 ゲーム内にカードとして登場するキャラクターが繰り広げるドタバタコメディー。単行本は宝島社より発売。キャラクター書士情報ゲーム内にて2013年7月1日よりオリジナルストーリーの漫画を配信開始。ウェブコミック配信サイトのサイコミに移籍し2019年4月1日まで連載。作者はコンドールルル。単行本は アーススターエンターテイメントのアーススターコミックスより1から3巻まで発売された後、新装版が講段社の再コミから発売されて、こちらから4巻以降も刊行された。全6巻。ストーリー神秘の大陸ミスタルシアのとある地方で、少年、カレトが世紀を守る、王都騎士団と魔族との戦闘に巻き込まれ、物語が始まる。 キャラクター用語書誌情報2014年8月30日発売に発売されたノベライズ。作者は、ユーキリン。イラストはユナルイン。角川のファミ通文庫より観光。全一巻。神劇のバハムートをやり込む少年、駆動園は、事前に何の告知もなく、現れたイベントクエスト、朽ちた黒竜の鱗を懸念に思いつつもプレイしようと。 スルミスタルシアの世界に迷い込んでしまう。2012年6月から数種類のテレビ CM が放映されている。日常の街中に登場したバハムートなどのモンスターたちをプレイヤーたちが携帯電話を片手に協力し合って倒すという内容。しかし、このストーリーは未完になっている。以降はモンスターは CG 構成だがダークエンジェルオリビエはダコタローズが演じている。 2013年12月11日から2018年8月29日まで、響きラジオステーションにて、ラジオ神劇のバハムートバハラジが配信された。全245回。毎週水曜日更新。出演者は、青井翔太と辻亜由美。第1期、神劇のバハムートジェネシスは、2014年10月より12月まで、UHF アニメとして放送された。 5.1サラウンド制作。第2期、神劇のバハムートバージンソウルは、2015年5月に制作が発表され、2017年4月より9月まで、MBS ほか、アニメイズムはにて放送された。ジェネシスの10年後を舞台としている。5.1サラウンド制作。キャラクター、ジェネシスから、登場、バージンソウルから、登場スタッフ主題歌格ワリスト放送局。 バージンソウルは、インターネットでは、アマゾンプライムビデオにて、同年4月8日から9月30日まで土曜、更新に独占配信された。関連商品、BDCD 書籍関連番組、関連作品ゲーム内イベント、マナリア魔法学院のアニメ化作品。マナリアフレンズの台で2019年1月から3月まで、東京 MX 他にて放送された。 当初は、スタジオヒバリが制作し、神劇のバハムートマナリアフレンズの代で2016年4月より、ウルトラスーパーアニメタイムはにて、放送予定だったが、初版の事情により放送が延期され、制作スタッフも刷新された。各話ごとに、テレビ未放送のエクストラパートが存在し、ゲームアプリ、神劇のバハムート、グランブルーファンタジー内で配信しているほか、一部の、 アニメ配信サイトで本編と合わせて配信している。キャラクター本編で、記載のあるキャラクターは別途キャラクターの節を参照。生徒教師スタッフ各割リスト放送局 BD 関連、作品キャンペーンのアイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ、ゼロの使い間、有利。オンアイスでは、オリジナルのイベントストーリーも展開される。神劇のバハムートジェネシスに関するカテゴリー。 進撃のバハムートバージンソウルに関するカテゴリー、マナリアフレンズに関するカテゴリー。ありがとうございます。